現在のソニンは何をしているの？元 EE ジャンプのソニンさんを覚えていますか？ EE ジャンプが解散してからソロ活動を始めたソニンさんですが、最近はテレビで姿を見かけることも少なくなりましたよね。現在のソニンさんは何をしているのか調べてみると、海外に留学していたとか、さらに現在は舞台で活躍中。現在のソニンさんはどうしてるんでしょうか？以前は後藤真希さんの弟ゆうきさんと EE ジャンプを組み、歌手活動をしていたソニンさん。しかし、EE ジャンプをゆうきさんが不祥事のために脱退、事実上解散となり、カレーライスの女でソロ活動を始めました。裸エプロンのプロモーションが話題になったカレーライスの女。ソロ活動を始めたソニンさんは、後に女優としても活動をするように。そんなソニンさん、最近では歌手としてもテレビでも姿を見かけませんが、現在は何をされているのでしょう。現在のソニンさんが何をしているのか調べてみました。生年月日1983年3月10日。出身地高知県。血液型 O 型。趣味ベジタリアン料理。お菓子を作ること。2000年 EE ジャンプとして CD デビュー。2002年解散後、同年8月21日。カレーライスの女でソロ活動を開始。2003年第40回ゴールデンアロー賞音楽新人賞を受賞。2012年12月文化庁新進芸術家海外研修制度の研修員として渡米。2012年に留学のために渡米していたんですね。その間は芸能活動は休止されていたようですが、2014年から芸能活動を再開していらっしゃるようです。現在は芸能活動をされているんですね。ソニンさん留学中は、同じく留学中の渡辺直美さんと徒歩2分の距離のところに住んでいたそうです。仲良さそう。一時期は筋肉ムキムキだったソニンさん。現在はそうでもなさそうですが、ストイックに極めるタイプっぽいですね。筋肉がつきやすい体だそうで、事務所から筋トレ禁止令が出たとか。ソニンの現在は、舞台をメインに活躍中。2014年から芸能活動を再開したソニンさんですが、現在は、舞台を中心に精力的に活動されているようですよ。現在は舞台を活動の中心にしているソニンさん。現在のソニンさんは舞台中心。ビジュアルも舞台によって変幻自在ですね。2004年舞台8人の女たち。2007年ミュージカルスウィーニートッド。舞台血の婚礼。2008年ミュージカルペテン師と詐欺師。ミュージカルミスサイゴン。2009年演劇ヘンリー6世。ジャパニーズミュージカル、ギデンシャラク。演劇ロック、アウェイ・イン・ザ・ライフ。ミュージカル、レント。2011年、ミュージカル、スウィーニー・トッド。2012年、ブロードウェイ・ミュージカル・ライブ2012。ミュージカル、レント。2014年、三文オペラ、モーツァルト。2015年、モーツァルト、最後の侍、嵐ヶ丘。トロイラスとクレシダ、レント、ダンス・オブ・ヴァンパイア。現在は、舞台が活動の中心となっているソニンさんの今まで出演した舞台の数々。現在のソニンは、舞台で活躍中、レントを見た人たちの声は、キャスト一人一人のパフォーマンスもさることながら、客席がものすごく盛り上がっていた。現在のソニンさんは、数々の舞台で活躍中。2015年春に公開された嵐ヶ丘の舞台ではイザベラを公演。その迫力ある演技が大好評。現在のソニンさんの活躍がすごい。ソニンさんは怒涛の舞台出演が続いていますね。それだけ実力と人気があるということですね。いかがでしたか？現在のソニンさんの活動を調べてみました。ソニンさんは現在は舞台を中心に活躍中。本当にすごいですね。その実力もとても評価されているようです。歌手として活動していたソニンさんが舞台でこれほど活躍されているとはびっくりですね。しかし、ミュージカルなど現在でもその歌唱力を活かして活躍されているんですね。これからも活躍を応援しています。